まくいくときは本当に全てのものが用意されてるし、はい、うまくいかないときって何やってもダメなんだよね、はい、だからそういうときは潔く諦めるっていうのが一つの手なんだよね、うん、だから全部全部全部捨てちまいなよダーリー失うことは手に入れること感じて過去じゃない今だよ、はい、今日もどうぞよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。だよ、月日が早いっすよ。うん、もう3月中旬だ。そうですね、もう早いですね。3月はですね、金運が幕上がりするタコ星人の教えがなんと3月1日に発売になりました。おありがとうございます。いや、この金運が上がるタコ星人の教えめちゃめちゃ売れてるんですけども、はい、今もですね、いろんな書店で1位を軒並み更新しててですね。嬉しいっすね。本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。だよ、ぜひですね、僕たちのチャンネル開運情報とか、金運が爆上がりする情報を提供してるので、今すぐチャンネル登録をよろしくお願いします。結構見てられてる方もチャンネル登録まだしてない人って結構いるんだよね。はい、意外といるんですよ。あれ結局毎日見てると勝手に上がってくるからさ、はい、登録しなくても勝手に見れるというね。そうです。まあそういう素敵なシステムなんですね。60% の人が登録してます。うん、ああ、じゃあ残りの4割の方が登録してくれたら、18万人にも到達するんだな。もうして、今すぐ、今すぐして、ありがとうございます。ということで、大悟、質問を預かっております。喜んだよ。はい。先日会社で早期退職の募集があり、応じて、早期退職しました。その職場では中間管理職でした。周りからはもったいない、辞めない方がいいと言われ、その感覚が間違ってたのかと不安になります。母からは退職したらすぐにバイトしなさいと言われました。退職後は資格を取って趣味を楽しみ、今後の人生は流れに任せて一日一日を過ごせたらと思ってます。でも退職を決めたこと、今後の過ごし方に対して間違ってるのかと不安になります。桜庭さん、アドバイスをいただければ嬉しいです。要は間違ってないですよ。自分の決めたことはもう何一つ寸分狂いなく間違いはなく、もう本当にシナリオ通りにそれを選択してるだけなのでね、はい、大事なのはこっからですよ。あ、こっからなんですね。だってそれ退職しちゃったんだから、今更そんなの後悔したってどうにもならないでしょ、今この瞬間から自分は何を投げかけていくのかってことにフォーカスをして生きていかないといけないよね。そうですね、だけどこういう場合って、まず何を投げかけたらいいですかね。いや、だからどうなりたいかだからね。この方がどうなりたいか、ゴール設定が決まってないと何を投げかけるかわからないよね。あ、そうですね。だからこの方はどうなりたいっていうのを書いてないよね。そうですね、資格を取って趣味を楽しむ、だからその資格というのがね、本当に必要なのかどうかだよね、はい、そうですね、でその資格を取って本当になんかプラスになるのかどうか、だから資格コレクターみたいな人いるからね、はい、います。せっかくその資格取ったのになんでそれ活かさないのっていう人、結構こういるんだよね。資格コレクターなんですって言うんだったら全然いいんだけども、はい、本当にその資格を取って本当にそれを生かそうと思ってるのかどうかだよね、そうですよね。結構いるんだよね。なんでそれ生かさないのなんていうとき聞くと、なんかもうなんか詰まってしまってね、もう困ってしまって、ね、ワン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 な人いるんだよ。え、泣いてばかりいるんだよね。子猫さん犬のはい、いや、そうなんですね。すごいじゃないですか。うん、え、本当に泣いてばかりいるんですね。だね。いや、すごい。泣いてばかりですね。あ、そう。だから名前を聞いてもわかんないしさ。あ、そうなんですね、それは困りましたね。困るんだよ、本当に困るんだよね。連れていけないですね、そう、名前を聞いても分かんないけど、名前も忘れちゃってんだよ。名前も忘れちゃう、シンデレラかと思いますね、はい、だからね、この人がどうなりたいのか、そこが一番重要なところなので、はい、そういうことも書いていただけるといいですよね。あ、そうですね、そうですね。だからでも結構ね、なんか、でも資格取りたいってことはなんかやりたいことがあるんだから、はい、取りたいんだったらやっぱそこを邁進していくしかないじゃない、そうですね、そうですね、なんか資格が就職とか仕事とかお金に結びついてない方結構いらっしゃいますよね。あ、そうだね。なんか、はい、それ全然僕はいいと思うけども、だから結局どうなりたいのかっていう、そこに尽きるからね。だからその方がね、そうやってなんかインストラクターの資格でしょ。まあ、インストラクターって言ってもね、無限にあるから何なのかは分からないけども、やりたいんだったらもうやるしかないからね。そうですね、そうですね。あとは、だから資格を取るってことはそれに関連した仕事をするってことでしょ。だから趣味を楽しみ、今後の人生は流れに身を任せ。もうこれ一番重要だよね。流れに身を任せるってね、すごくいいことですよね。はい、ああ、だよ。それを感じます。はい、だって流れに身を任せなかったらさ、うまくいかないじゃん。だから人生ってね、本当川が流れてるか風が吹いてるかっていう、本当すごいこれ尽きるんだよね。だいぶちょっとそれについて詳しく教えてください。あ、だから自分の行くべき道というのは、必ずそっちに行きなさい
いよっていうことはね、やろうと思うとうまくいくんだよ。あ、本当です。うん、トントン拍子でうまくいくんだよね、はい、そういうのは、ね。はい、はい。そうなんですね。うん、大悟、どういう時に流れが来てるなって感じます？あ、だからうまくいく時だよ。うまくいく時。物事が進むなとか、例えばキャンセル待ちだったところに、うん、偶然一枠空いて入れたとか、うん、そういう時ってことです。うん、全然違う。全然違うんですね。ちょっともうちょっと教えてください。ちょっと僕勘違いしてたみたいです。すいません。なんか、今なんかいいの出たなと思ってたんですけど、僕だけでした。すごい、すごい大胆なフルスイングの空振りしました。だよ。はい。とうとう発売しました。ありがとうございます。金運が爆上がりするタコ星人の教え。はい。だよ、この本、どんな本ですか？これは主人公の超ウルトラ天文学的にイケてない女の子が、どうしたら人生を変えられるのかって悩んでた時に突然現れましたのがこちらのタコ星人でございます。こちらのタコ星人がこんなことするとあんなことするとそんなことすると人生が良くなるってことをアドバイスしていただいて、この女の子は果たして最終回どうなりますでしょうか。それは読んでのお楽しみ。大感動です。ぜひ買ってください。僕はお店やってたけども、はい、自分でお店を頑張って出そうって思ったのは3店舗目までなんだよ。でもう3店舗目をお店出した時にお店を1個オープンするのってすごい大変なの、うん、寿命削ってるような感じがするんだよね。大変すぎて。だからもう3店舗まで本当に嫌になったの、うん、だからもう4店舗目は絶対やめようって思ってたの。思ってたんだけども、うん、そうやって僕が毎年毎年お店を出していってるから、うん、アルバイトの人間が社長は毎年毎年店を出していくつもりなんだな、うん、だとするのであれば4店目の店長は絶対自分がやりたいなって思うバイトが絶対出てくる。そうなんすね。うん。それはもう完全に流れが来てる状態。それで、はい、で僕はもうやる気ないじゃない。やる気ないっす。やる気ないから、はい、で必ず言われるんだ、はい、やる気あるバイトに、はい、あの社長ちょっと話があるんですけどいいですかって、うん、おどうしたどうしたって言うと、うん、社長もし次お店を出す時があったら、うん、絶対僕店長をやらさせてもらえませんかって、うん、もし僕のことを店長にしてくれたら、うん、今の店長より僕売り上げ上げる自信があるんですってわけ。ふう、そうなんすね。で僕謝るわけ、うん、あごめんなって、うん、俺もちょっと店ちょっともういいかなって思ってるんだよねって、うん、だから、うん、お前のやる気は本当に嬉しいし、うん、またなんかそういう機会があったら、うん、また話し合いが必要だけども、うん、とりあえず今のとこ俺はちょっと店を出す気ないんだよねって、うんうん、あそうですか、もう社長分かりました、でももし次店出るときあったら僕のこと考えてください、うん、あ分かった分かった本当ありがとうねって言って、うん、そんな話があると必ず 2,3 日後に電話かかってくるんだよ。何の電話かっていうと、はい、桜庭さんあの閉店物件出たんですけどちょっと見てみないですかっていう。毎年毎年お店出してる人、はい、業者の人がこの人は店をいっぱい多店舗行きたい人なんだなっていう業者は目で見るから、うん、閉店物件が出ると僕のところに連絡が来るんだよ。そうなんですね。連絡してねって言ってるわけじゃないのに勝手にかかってくるわけ、うんうん、そうなんですね。でも店を出す気はないけど、うん、ちょっとお店出す気ないんですよねっていうと、うん、いや桜庭さんめっちゃいい店で今すっげえ売れてるんですっていうわけ、うん、そうなんですか、ね、ってじゃあなんで辞めんの、はい、そこの社長がちょっと体調不良で、もうやむなくやめてくんですよみたいな、うん、だから見るだけ見に行ってみませんかとか言われて、うん、じゃあ見るだけならって言って行ったらさ、うん、一目惚れしちゃうわけ、こんないい場所でみたいな、うんうん、で店内もすごく素晴らしいじゃないみたいな、うん、このままいいのみたいな感じで、はいはいはい、で金額交渉して結構会っちゃったりなんかして、うん、うわそうなんすね。で店帰ってさ、はい、そのアルバイトに言うじゃない、はいはい、いや社長待ってました、俺に任せてください、俺も絶対売り上げ上げますみたいな、うん、これが風が吹いて川が流れてるんだよね。うわそうなんすね。だから実は4店舗目から10店舗目まで全部同じ流れだ、うん、そうなんですね。僕は全く1ミクロもやりたくない。そんな大きな流れが来てるんですね、うん、その流れは大王が引き寄せてるんですか、そのアルバイトさんが引き寄せてるんですか。アルバイトでしょ、やりたいんだよ。あそうなんすね、うん、これめっちゃすごいですね、うん、アルバイトさんはそれに対してワクワクされてたりとかするんですか。ワクワクそうでしょ、自分が店出したら、自分が店長だったら、まあ、そうですよね。だからその店長の下で働いてるから、はい、やっぱり自分だったらこうするのにっていうのはやっぱあるわけだよ、うん、だからそういう思いがたくさんあるから、うん、だから僕はいつも言ってたよ、本当にやりたいと思ってるんだったら、はい、どういうふうに店を改革してるのかレポート出してくれよって言うと、うん、すげえの書いてくるからね。あ本当です、うん、すごいですね、うん、だから結局彼らがワクワクしてるんだろうね、はい、そうですねそうですね、うん、チャンスが自分に回ってきたらっていうのは、うんうん、そうですね。そうだからそれをずっと繰り返してきたから、はい、だってでも最後の10店舗目なんて僕やった後3ヶ月ぐらい倒れたもんね、うん、あそうなんですか。100坪の店
いや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 、そうなんですね。100坪の店オープンするのに3ヶ月かかったんだよね。いやー、そうなんですね。スタッフ不眠不休でさ、3人倒れたもんね。不眠不休で3ヶ月かかるのって相当ビッグプロジェクトですよ。いや、だって100坪もあるからさ。やばいですね、それ。うん、で、みんなやっぱそれぞれの、はい、その道のスペシャリストだから、はい、やっぱ凝るんだよね。あー、そうなんですね。うん。うん、そうするとやっぱり無理がたたって、はい、僕も倒れたし。あ、そうなんですね、うん。だからもうこれでもやめようと思ったの。はい。あ、それが最後。これでもうやめよう。こういうのはもうやめようと思って。そうですね、そうですね。うん、だって本当に大変すぎてね、はい、店の前歩いてる高校生とかみんなヘッドハンティングして、はい、ちょっと兄ちゃん暇っつって、はいはいはい、ちょっとうちでバイトしないっつって。新しい、そのスカウトスタイル。うん、はい、うん。新しいですね。で、日払いでも時給払うから、時給1000円払うから、当時、うん、もう十何年前だから1000円、はい、高校生で1000円じゃない。嬉しいっすよ。じゃあやります。仕事なんすかとか言うから、うん、ハンドラベラーっていうのがあってさ、うん、商品があるからこう値札つけていくだけでめっちゃ簡単な仕事なんだよ。あ、そうなんすね、うん。ただ時間かかりそうですね、それ。だってもう何万って商品があるから。そうですよね、そうですよね。で、その一人の男の子を引き連れてやったじゃない、うん、ありがとうなーつって3000だか4000だか払うわけじゃない、うん、その場で、うん、そしたらさ、めっちゃ楽でさ、別に難しいこともなくないじゃん、はい、誰かが怒るわけでもないし、うん、命令するわけでもない、ただ淡々と作業をこなしていくだけだから、うんうんうん、そしたらその子はさ、すいません、明日も来ていいですかとか言われて、はいはいはい、そうですよね、全然いいよ、そうですよね、むしろ助かるよ、助かるよって言って、はい、俺の親友も連れてきていいですかとか言うの、うん、全然いいよって言って、うんうん、次の日2人で来るじゃない、はい、またバイトして、はい、また帰る時に、あの、すいません、明日も来ていいですかとか言って、うん、全然いいよって言って、はい、友達みんなやりたいって言ってるんですけど、いいですか、はい、って言って、はい、おいよ、連れてきなよって、次の日10人ぐらい来たの。やばいっすね。それは大悟最後の店で流れが来たってことですよね。いや、流れが来たっていうか、まあ、それは流れじゃないかもしれないけど、はい、でも本当それで10人来たところで仕事が終わんなかったからね。うわ、やばいっすね。うん、いや、すごいことですね、うん。でも、ワクワクしてれば流れが来て、風が吹いて。あ、だからワクワクしてればっていうか、お役目というか、はいはい、そっちに行くべき道っていうことだよね。あ、そういうことですね。そう。だからうまくいくときは本当に全てのものが用意されてるし、はい、うまくいかないときって何やってもダメなんだよね。はいはいはい、だからそういうときは潔く諦めるっていうのが一つの手なんだよね。うん、なるほど。あ、これは川が流れてないし、風が吹いてないから、ちょっとこれは今は、やっぱり考え直して、もっと作戦を練らなきゃいけない、うん、準備不足だよな、とか。だからうまくいくときって本当に、人が用意されてるからね、まずね、ピタッピタッピタッって、ね、自分が必要とするところに適材適所にこう人が用意されてるっていうのがずっと何回もそういうのを経験してるよね、はい、そうなんですね、うん、いや、これどんどんいろんなことに興味を持って流れのある分野見つけていってほしいですね、うん、はい、ということで、ぜひ新しい分野どんどん広げていってください。ありがとうございます。大王じゃんけんじゃんけんぴょんぴょん。動画をご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして LINE 公式アカウントも新しくなりましたので、あ、新しくなりましたので、よろしくお願いします。登録お願いします。チャンネル登録はここ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